おはようございます。はい、久しぶりに。これは収録？はい、収録です。収録だろうとさ、生だろうと俺の言うことは一緒だから。ということで、はい、G1 秋華賞。はい、好きだね G1。 みんな大好き G1。 そうなの？秋華賞といえばですね、うん、日曜日は5の日。5の日なんだ。はい。おくしくも、2008年のあの、1000万が出た、はい、3頭とも上の馬で決まったあの、1000万馬券、うん。あの日も、くしくも5の日でした。そうなの？ 3 着に無条件の当日馬、15番が来て、そうか。7右とかも来て、1000万でした。あの時、総数を取ったんですか？な、お前、言わんやだろ。何をか言わんや。はい。以上。はい。で、2021年、秋華賞。秋華賞。これは、第26回秋華賞と、秋華賞というんだから、これは、ね、牝馬だわ。ちょっと俺が、この前回、前走でね、ちょっと見くびってしまった、ソダシ。ソダシはもう、ぼちぼちどうなの？そしたら、なんだかんだ言って強いんだよね、このソダシ。だからソダシが結局一着で来てしまったらしょうがねえじゃんっていうような、多分俺は予想したと思うけど、まあ結果的には、はい、まあそりゃソダシっていうことで勝ちましたな。勝っちゃいましたね。勝っちゃったね。じゃあ果たしてあさって秋華賞また勝つかどうか、それはちょっとね、これからいろいろと話を進めていく中で、まあちょっとさ、今週はね、先週はなんだっけ、当日は来なかったんですけど、あの88の連8899の連番で1-2着でした。なあ、マカ引き、マカ引きな、マカ引き復活と当人でしたね。マカ引きだってあれ、なんだかんだ言ってダービー馬だからねっていう話もしてました、うん、マカ引き当人、隣の99当人が2着に来た、あのアリストテレス、そうそう、これ連番でね、連番で、連番同士が来たってことだよな。総数予想の両サイドとかして、そう必ず取らせてくれない法則に入っちゃうんだよな。あれ当人でしたからね、マカ引きは当人言ってたのは99の右かつ当人って言ってたんですよ、うん、でこれなんじゃないですかと言ってたんですけど、言ったらその横と、その場合両サイドなんだと、うん、言ったらまあ当人が来たというね。当人でワンツーですよ。いいね。俺だ、結構意外とついたよね。まあやっぱ3連単はついたな。まあまあそんなことも踏まえつつだよ、秋華賞を見ていこうと。今年は秋華賞阪神なんですよ。え？阪神、いつも京都なんですけど。そうだよな、阪神なんですよ。阪神で秋華賞やんの。はい。そうするとちょっとね、まあたく秋華賞は秋華賞だな。これは右回りの2000だから、はい、こういう感じだね、これね、はい、最初と最後に坂が、そうで、こうちょっとこう台形的にちょっとね、こうなるじゃん。そういうことも含めて、まったくだから、俺は。まったくなんすか？関係ないから、俺には。そう、配列だから関係ない、はい、ね、ひたすらもう、ね、過去の傾向とか関係ないですもんね。ないない、過去は過去、はい、ね、俺たちは未来がわからないから未来を探るんだけど、過去を探ってもしょうがないから、過去は答えが出てるんだ。動画見てくれてる人たちも撮ったり撮らなかったりはそりゃそうなんだけど、ちょっとさ、撮りたいよね G1。 あのガギウッドソンさんはボックスだったんで、当然ウッドソンうまいことやってる。京都大商店の馬連万馬券も取りました、あの人は。なあ、何気にウッドソンが大活躍してんじゃん。まあだから多分箱太郎も買ったんじゃないですか。箱太郎、あいつは箱で買うんで。箱太郎取ったの？まあ取ったんじゃないですかね、軸なし箱太郎ですから。軸なし、いや俺も本当はもうぼちぼち軸なし箱買いしたいんだけど、でもさ、資金がね、かかっちゃいます。一応、いや、資金はかかろうが何だろうが外すよりいいんだよ。あ、そうですか。どっちみち資金はかかる中で、下手に軸決めて外してしまうよりは、
箱買いにした方が可能性は広がると。それはそうですね。ね、はい、それはそうですね。なんだけど、じゃあね、週刊賞行くけどね、まず考えなきゃいけないのがさ、何枠の何番が一番人気か、一番人気ってことじゃん。そうだしです、一番人気は。これさ、俺が見る限りよ、パッと見た感じよ、明日が5の日、明後日ですね、日曜日、明後日がね、はい、明後日が5の日で馬番号4番っていうのはこれよろしくない。あ、そうなんですか。初めて聞きましたね、それは。これは俺はいつも思うのは、例えば6の日で一番人気が4、あ、5だと、はい、7の日で一番人気が6だと、はい、危ないんだよ。あ、そうなんですか。うん、じゃあひょっとしてこの一番人気のソダシは危ない。危ないので、はい、はっきり言って危ないのよ、目としては。目としては、はい、な、でこれしかも偶数枠じゃん。はい、一番人気が2枠4番ということは偶数枠だよ。ということで4枠のこのね、サルファーコスモス、サルファーコスモスが斜右です。そう、川田、川田。ただこれ斜右なのか8番全7当人なのかはまあ一旦置いといて、置いといて、はい、まず軸を4枠から考えようじゃないかと。ということは斜右、さらに、はい、13番鳳凰エクセル、はい、これが全13ね、でも偶数枠、奇数枠ですね。だから右と考えるならば、赤い鳥の娘、赤い鳥の娘4ヶ月半休養と、赤い鳥の娘は多分2、3番人気です。あとは当日馬、5の日5番、アナザーリリック、栄心飛天5番、あとはアナザーリリック、アナザーリリック、これは超人気だと思います。そしてちょっとこの当日枠の2頭アンドバラナウト、これは2番人気です。アールドビーブ、これも4、5番人気です。上位人気2頭が入ってます、5枠には。がしかしだよ、まあ当日枠っていうのはもうこれさ、そっから考えちゃうともう2頭になるからな。だからまず考えるのがサルファーコスモスなのか円数字アズムなのかなんだけど、まあまあ普通に考えてサルファーコスモスを軸にまず考えるならばよ、まあその人気は関係ないって言いつつも、でサルファコスモスだってそんなに人気ないだろ。まあ12番人気ですよ、全然人気ない。いいじゃん、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 重賞挑戦してないですから。いいじゃん、いいじゃん、配列だから。7番サルファコスモスを軸に12番人気、4枠の2頭を副賞で買うんならば、はい、7割サルファコスモス、3割円数ジャズムなんかでいいんだけど、一応買い目を言うと、はい、7を軸に、はい、12、15、5、5、5、だから15と5は重複しないんであれば、はい、そこは難しいんだよな。どっちか切っちゃったらいいんじゃないですか。いやいや、切ったら来る法則だろう。だからまあいいや、7が軸なんだから、5、はい、12、13、15ね、これで4点。そしてあとこの5枠のアンドバラナイト、アールドビーブル、まあこれは別個に7から抑えでいいじゃん、5枠ってことで。あとまあソダシについてはさ、まあこれまた勝っちゃったらやっぱりそりゃソダシってことだな。そうですね。でもちょっとね、2枠の4番っていう番号がねよろしくないな、この日に。うん、1個前ってダメなんだよ。あ、そうなんですか。見てると4番じゃなくて6番だったらね、はい、全然あ、そうだし、これ3着まではあるよなって言いたいけど、はい、4って入る段階でなんだろう、そうだしな、そうだしっつったってまだ3歳だからな。これ全部3歳ですよ。アナザーリリックのもっと人気落ちると思いますよ。全前走が7じゃん、はい、で前走1着じゃん、当人、当人だったってことだよな。っていうことは上の馬にはまりやすいタイプかもしれないですね。もうだから15番である以上はさ、無条件、無条件だ。5番15番は無条件、はい、だからそういう意味でも総帥が軸にしたサルファコスモスは軸にできねえなっ
っていう考えの人はその箱買いでいいわけよ。箱だろうみたいに、うん、その方が手堅いわけよ。がしかしだよ、俺はこれが7当人なのか右なのかっていうところで考えるならば、これは右と見て、このサルファーコスモスが全7だと右と言い切れるけど、8番が全7だからね。でそう考えると、まあここはシンプルに右横という判断、はい、サルファーコスモスから川田 G1 ここで川田人気薄で、うん、まあ1着で入るか2着までに来るか3着なのかは分からないが、いずれにしても馬券としては馬券圏内には入るということで、はい、サルファーコスモスを軸に相手が5番12、13、15、はい、そしてまあ9番10番というのは当日枠も検討すると。あとソダシをどうするか、まあソダシについてはさ、まあ、あの結構ぶち切りっぽい一番人気だから、これは三連複等々の三連系には入れといた方がいいでしょうということだな。だからサルファコスモスが来ればいいんだよ。そうですね、ちょっと夢馬券っぽい感じですけど、ね、いいじゃん、はいね、サルファーコスモス軸で、はい、サルファーコスモス軸の相手が5番12、13、15そしてカッコ9、10、ね、で4番ソダシについてはまあ一応3連携入れとくよと。じゃあ、あのボックスが野郎たちはそれらソダシも入れてそれらボックスで買えば入るんじゃないかと。ねえ、現実と向き合ってるじゃん。多いパターンは結局人気まで決まっちゃうパターンと、紙の間が来てるのに手が届いてないパターンですねだから俺はもうそれをなるべくまあ固く決まってしまって俺たちが馬券外したっていうのはこれは仕方がない。仕方ないですね。ただ紙の間が来てるのに馬券を外したっていうことをなるべく回避したいので、はい、紙の間たるものは全部入れたよ。今回入れましたね。な12、13だろ、はい、これを13はいらないよとか俺はつい言うと12じゃなくて13来たりするし、で5と15じゃあこれは重複しないから5はいらないよというと5が来たりするし、だからまあ全部一応目では上げるけど、でも先週もだから魔化引きは目で上げてたんですけど、うん、まあ、結局軸が来なかったら全部外れるじゃん。そうなんだよ。で僕はあの魔化引きと同枠の総帥の本命の馬、同枠だったんで僕枠で行ったんで惜しかったんですけどね。惜しかった。でも2着にあの一番人気しちゃったんで一番人気の枠は切っちゃったんですよ、ね、切んなきゃよかったですね。だから一番人気っていうのはその基本さ、もう何百回も言ってんけど、あの6割7割は来るんだから馬券から切っちゃうっていうのはもったいないんだよ。あのブービー入れなきゃダメじゃないですか。ブービー人気が来てるのに、はい、それを俺らはブービー人気目に入れてるのに一番人気がいないがために外したっていうのあるじゃん。2009年のエリザベス女王杯が人気薄のワンツーを俺持ってたのに、3着のブエナビスタ一番にグリグリジョニキがいなかったんですよ俺。3着にもだからそもうね100万つきました。そのいわゆるね、はい、アナトードリームの、はい、落ち度はそこなのよ。そうそうそう、人気を切っちゃうじゃん。切っちゃう。で穴同士だけ買うじゃん、はい、それ来たらすごいよ。穴大穴決着で決まってくれればいいんだけど、せっかく穴大穴が来て一番人気がいないがために馬券外すっていうのもったいないじゃないか。2頭だってさ穴馬入ってんだら。でも買い目増えちゃうんで買い目が1点ぐらいケチるから。2008年の秋華賞は、うん、ブラックエンブレムムードインディゴというこの紙の馬2頭を買ってたのに3着に当日負けなかったんですよ。だから当日馬は絶対入れなきゃダメですね。絶対入れない。最低でも3着には。だってあの後悔するじゃん。もうめちゃくちゃ後悔しますよな。 俺らは2008年の桜花賞の時もそうだし、反省はしないけど後悔はするよというのがテーマだからね。2008年の桜花賞も、うん、秋華賞も700万ついた桜花賞、1000万の秋華賞、両方5の日だったんですよ。5の日には何かあるんですか。荒れやすいとか。奇数の日が荒れやすいんだよ。あ、じゃあ5の日は荒れやすい、うんうん、まあ過去俺の経験値よ。全部俺が言うのは俺の経験値よ。だいたいその重賞とか
G1 とか奇数の日の方が比較的荒れる、荒れるっていうよりも何ていうの、人気どころがあれっていうのが多いな。気なる数字だから。うん、まあそれは結局理由を科学では俺はそのエビデンスは言えないけどね、俺が感じたってこと。わかりましたね、はい。やっぱり科学でなかなか解明できないものもあるじゃん。ありますね、はい、人間のその感覚っていうのはさ、はい、これは大事なんだよ、はい、で科学に照らし合わせてこれをじゃあなんだ富岳、はい、富岳で予想させたら答え出るんだろうけど。出ますか。出るんじゃない。一番これレーティングからオッズから何から全部データ入れて、ただそれが当たるかどうかは分かんないな。そうですね、それはそうです。出るけどな。だって富岳だって未来は分かんないんだろ。統計データ全てを入れるとこうなる可能性が高いよってことでしょ、はい、コンピューターなんていうのは、はい、だけどそうなるかどうかはさ、まあ そうですね、それで分かるんだったらさ、富岳が予想したの俺は買うよ。だけど俺たちのこの人間のね未知なる能力っていうのはね、富岳を超えるんだから、多分ほとんどは超えないだろう。だからようやくだよ、最近その生放送やることによって、はい、この動画を見てる連中とコンタクト取れるようになって、はい、ようやく俺が言わんとしてることが伝わってきたような気もする。そうですね、彼らも結局普通だったらどう考えてもこんな馬買わないんだけど、それはやっぱ神の神剣ということで買うわけじゃん。そうですね、でも来るじゃんそれが。来ますね。のみんなそれに気づき始めてます。そこなんだよ、ようやく伝わるべきことが伝わりつつあるが、かといってそれが配当につながるかどうかっていうのはまたね別の話と。俺の言ってる、俺が挙げた目をこう各自が分解して解読して馬券買ってくれればいいんだよ。俺の言う通りに買う必要はないんだ。だけどやっぱりこういうギャンブルなんつうの長年やってると、なんか理由はわからないんだけど気になるなっていうのはあるんだよ。ありますね。でもそれが来るかどうかは分かんないじゃん。いや、そんなあってもしょうがないですよ。だから、いいじゃない？当たる当たらないっていうのはもう、その、ね、15時、何分ですか？ 40 分、だから45分には分かるから、はい、それまでせめて夢を見るならば、サルファーコスモスから、今言った目で、この G1 をなんとか取りたいなと思いますわ。はい、分かりました。そんな感じでね、みんなね動画見てる連中ね、夕方の4時16時45分の自分をまず最初に予想しなさいよと、はい、つう感じですわ。わかりました。はい、じゃあ私はサルファーコスモス当にと右のいる4枠から枠連で4から1、2、3、ゾロ目は抜かして6か5、6、7、8まで行きたいと思います。総流しってこと、まあ、ゾロ目以外は総流しで7点ははにですかね。それで来なきゃしょうがねえってことだな。100円だったら700円ですから。そういうことで、はい、秋の G1 ご一行ください。はい、はい。